平野仕様の芸歴11年で培った渾身のポージングと新グループ、インプへの参加。滝沢秀明氏が率いる新会社飛べの一員として活動する平野仕様と神宮寺優太。彼らの発表から1週間が経ち、平野のインスタグラムのフォロワー数は急増している。その数は現在345万人にも上る。平野はプライベートショットとともに、神宮寺とのアーティスト写真のオフショットも投稿している。 また、7月15日には彼が芸歴11年で培ったポージングを披露し、その中で最も得意なポーズは、ピースだと明かしている。さらに、彼は新たなグループ、インプ、のメンバーとしても活動しており、飛べないでの交流も盛んに行われていることが分かった。平野志洋と神宮寺優太が飛べに参加。滝沢秀明氏が立ち上げた新しい芸能プロダクション、飛べに、 平野ノ仕と神宮寺優太が参加することが発表されてから、早いもので1週間が経過しました。この発表以降、平野のインスタグラムのフォロワー数は爆発的に増加し続けており、現在のフォロワー数は345万人にも達しています。彼は、個人の日常の写真とともに、神宮寺とのアーティスト写真のオフショットも頻繁に投稿しています。芸歴11年を経て培ったポージングの秘訣。 7月15日には、平野紫耀が芸歴11年で培ったポージングを披露しました。彼が一番得意とするポーズは、ピースであることを明かしています。彼はカメラに向かって両手でダブルピースをする写真を大量に投稿しており、そのポーズは彼の個性と存在感を十分に引き立てています。特筆すべきは、右手のピースが上にあり、左手のピースが下に位置していることです。一部の写真では、 左手のピースが少し弱視そうに見えるというユニークな表現も見受けられます。平野のポージングは彼の芸能界でのキャリアを通じて磨き上げられたものであり、その自信に満ちた姿勢は多くの人々に魅力的に映っているようです。新グループ、インプへの参加。さらに、平野仕様は7月14日に飛べないで活動する新しいグループ、インプの一員としても発表されました。このグループには、 影山拓也、佐藤真、横原祐希、松井聡、椿畑割れ、元俊介、鈴木大名という個性豊かなメンバーが参加しています。飛べないでの所属メンバー同士の交流は盛んであり、その様子は SNS を通じてファンにも披露されています。平野耀の呼び名について、ファンからの質問に対して、三宅健がストーリーズで、平野派なんて呼ばれたいんだろとコメントしました。これに対し、 平野は、紫テルの方が距離は近くて好きですねとリアクションしています。平野はファンとの距離を大切にし、彼自身のパーソナリティを反映させるために、より親しみやすい名前で呼ばれることを望んでいるようです。平野仕様と神宮寺雄太のトベの参加から1週間が経過しましたが、彼らの存在はすでに大きな注目を集めています。平野のインスタグラムのフォロワー数の増加や、 彼が芸歴11年で培ったポージングの魅力など、彼の魅力は多岐にわたります。また、新グループ、インプへの参加も彼の活動の一環として注目されており、飛べないでの活発な交流もファンに喜ばれています。今後の平野仕様のさらなる活躍に期待が高まります。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。 心から感謝しています。ありがとうございました。